Yeah, you're talking out. Got a whole lot of words falling out. Yeah, run your mouth. Take your hold. 皆さんこんにちは。本日はガゼスの6月に新作を発売いたしますので、そちらの新作を使ってコーディネートを組んでいきたいと思います。6月の27日の木曜日にセカンド 24SS のセカンドっていう形で発売をするんですけど、まあ SS って言ってもこう今すぐ使える春夏のアイテムと別にこう AW に向けて今から少し用意しておいていただきたいような、去年も同じような時期にスウェットを発売していたりとかあったので、そんな感じのアイテムをご紹介していきたいと思います。では早速1体目からいきたいと思います。はい、こちらなんですけれども、今回の一押しを詰め込んだコーディネートが1体目となっております。まず、主役でになっている今こちらのフーディーのスウェット、今回ガゼスの新作で発売します。今までガゼスのスウェットって2シーズンにわたって新作を出してきているんですけど、それは今まで同じ素材で出してきたんですね。なんですけど、今回はちょっとこのフーディーの立ち上がり具合だったりとか、秋冬にしっかり私も、ちょっと寒さを感じずにしっかり着れるスウェットが欲しいなという思いもありましたので、なんと今回裏起毛のスウェットを作ることにいたしました。なので今までとまた素材が違って、これはぜひ触って実感いただきたいんですけど、ふわふわ感がすごい、もちっと感があるような肉厚で柔らかい素材感に仕上げました。で、こちらの胸の部分を見ていただくと分かるんですけど、これはガゼスの新しいシグネチャーとなるもので、カノンロゴというガゼスのロゴをつけたデザインになります。これ今後も出していこうと思っているんですけども、同じ同素材で仕上げているロゴをあまり目立たないんですけど、さりげなくちょっとキャッチーになるようなデザインで、今回スウェットで初カノンロゴ登場ということで、こちらに施しております。こちらがポイントです。フードがなんかヘナってなってしまうものって、やっぱり前から見てボリュームがどうしても足りなくて、なんかちょっとこう家着というか、スーパーに行く時のスウェット感が拭えないような気がしていたので、こう普通にかぶっていなくても顔周りにしっかりスウェットの立ち具合がキープできるような素材感とシルエットを体現しているっていうのがとにかくポイントです。でもかぶってももちろん可愛い。寒い冬はかぶってください。秋もかぶってください。で、それに合わせているこちらのショーツですね。このショーツも力作なんですけれども、こちらがジジニットショーツと言います。で、こちらは、ウールも入っているので、秋、今もう冬も暖かいのでね、ずっとかなり長い間履いていただきたいという思いがあるものなんですけども、バイカーショーツ結構流行ってたと思うんですけど、そのバイカーショーツとガゼスでも前から出しているようなブルマのショーツみたいなもののちょうど間ぐらいの長さで作っていまして、こういうニットパンツってよく世の中に出回っているものだと、結構この太もものサイドが開いてパンツっぽい仕上がりになっているものってすごい多いんですけど、ガゼスの世界観の中ではそういったしっかりパンツのシルエットを出すっていうよりかは、ちょっとここはショーツ、ブルマ風なバイカーショーツのタイトなシルエットをしっかり出したかったので、このヒップラインから裾にかけては全てこう太ももにフィットするようなサイズ感で作っております。なのでこれはもうこういう小さめショーツとかミニ丈とか大好きな方にぜひ履いていただきたいなと思うアイテムでございます。で、最後にこちらのキラキラの IC バッグという新しいバッグになります。で、こちらは2色ございまして、こちらがミックスっていうカラーなんですけど、真っ白のスパンコールが散りばめられたものもございます。で、これはオケーションにも本当に使っていただきたいアイテムで、これ中も意外に結構しっかり入るので普段使いもしやすいですし、オケーションの際とかにも使っていただきたいバッグとなります。こうレザーの部分とかも一切ないので、スパンコールだけで作られているものなので、あまりこう気にせず使っていただけるんじゃないかなと思います。で、これをあえて今のスタイリングではこういうスウェットっていうと特にラフなスタイリングになるアイテムとこのキラキラアイテムを混ぜて組んでいるっていう、このオーバーサイズとミニ丈とみたいなバランスがポイントになります。で、こちらのスウェットに関してはこちらメンズサイズなんですよ。今回ガゼスから今まではこうメンズも着れますよ、ユニセックスでも着れますよみたいなサイズ感の提案の仕方だったんですけど、今回からはメンズサイズっていう風に
あのサイズを42というものを作るようになりましたので、こちらは今私はメンズ用のサイズをあえて大きめに着ているっていう感じになります。で、私は普段のスタイリングだと、レディースサイズを着ることが多いので、そういったスタイリングはまた別で上げていきたいと思います。バッグは白とミックス、ホワイトとミックスがこんな感じで、キラキラ具合もまた全然違って、こっちの方がね結構カジュアルに合わせやすくて、こっちの白の方がすごい綺麗めにも合わせやすかったりするので、ぜひお好みのバッグを見つけていただきたいと思います。これ今は6月に公開して裏起毛なんて着れませんよっていう話だと思うので、今回はこちらのショーツを使って今すぐ着るならどんなコーデかっていうスタイリングを組みたいので、こちらのショーツを着回してもう一体着替えていきたいと思います。はい、こちらが夏というか、まあ、今すぐ買って着たいスタイリングはこちらです。で、まあ、ウール入ってるんですけど、そのウール 100% ではないので、まあ、今の時期とかだとまだ夜も寒かったりするしっていうので、真夏になるまでは私はこれを履きたいと思っていて、でこういうちょっとあの去年買った古着のナイキの大きめの T シャツなんで、皆さんが合わせる時とかはこう古着屋さんで買った大きい T シャツとか、例えばパートナーの方の T シャツを借りるとか、そういうのもすごいいいと思います。私これメンズ、明らかなメンズぐらい大きいサイズをちょっとだけインしてっていう感じで着ています。で、イン、私これすると見えなくなっちゃうぐらい長いのでインしてるんですけど、例えばこれぐらいで終わる丈の T シャツをお持ちの方であれば、これぐらいでゆるっと着るのも可愛いので、いろいろ T シャツの丈感に合わせて変えてみてください。ラフなアイテムを合わせる時とかは、このイン履いてるジアボルギーニのこういうポインテッドトゥーになっているようなミールとか合わせると間違いないので、そういうところも合わせてみるといいかなと思います。あとサングラスはパリで買ったチミーというサングラスブランド の新しいニューサングラスでございます。これはなんかこうキャットアイでもないし、今までの普通のこう丸いタイプでもなくて、ちょっとモードな印象になるので、このショーパンスタイルに合うかなと思ってスタイリングを組みました。以上で1回目終わりたいと思います。はい、続いて2体目のコーディネートなんですけども、こちらは1体目でご紹介したカノンロゴスウェットの、パンツバージョン、こちらはセットアップになります。先ほど の裏起毛の新しいニュースウェットのセットアップのパンツとなっております。先ほどと同じようにこちらにカノンロゴを施しておりまして、なんかね、やっぱりこうベーシックで何もないのもいいんですけど、ちょっとしたワンポイントがあるだけでやっぱりこう着ている気分が上がるっていうところと、なんかこうのぺっとしてしまうところに少しこう奥行きをつけてくれるような気がして、ロゴを今回つけたことすごい気に入ってます。で、上で着ているのはこちらマーガレットブラウスという、同じく6月に発売する新作になります。先月に発売したクラッシーを見ていただいた方はいらっしゃいますでしょうか。そちらで私がスタイリスト企画もやらせていただいたりとか、8ページの特集があるんですけど、そこでも大きく着用しているのがこちらのイエローカラーのものになります。で、今日私は普段36サイズなんですけど、今日サンプルなので38サイズを着用していて、ちょっと胸の空きが大きいんですけど、実際はもうちょっと詰まります。私の158で36を着るともうちょっと詰まります。なのでちょっと大きく感じるのはご了承ください。で、今回のスタイリングはなんかこのブラウスがすごいフェミニンで可愛いんですよ。このギャザーが胸のところですごいクシュクシュクシュって細かく寄っている、その下にこのくるみボタンが何個だろう、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11個ついてて、ここのボタンで11個ってなかなかないと思うんですけど、そこのこう細かい繊細さというか女性らしさみたいなところを可愛く意識したブラウスなので、あえて他のアイテムはこういうゆったりしたスウェットだったりとか、バッグもナイロンだったりとかで、髪もただ下ろすだけだとスウェットスタイルで結構だらしなく見えちゃったりするので、クリップでハーフアップにしてるっていうところもポイントになります。1年前にスウェットのパンツをガジェスでロングのものを発売してるんですけど、そちらとサイズ感結構大きく変えてます。で、去年の気分で言うともう少しこう細身のパンツっていうところが気分だったんですけど、今年だとちょっとまあ今後発売される秋冬のテーマにも関係してくるので、まだちょっと
言えないんですけども、それとかとも関係するようにちょっとバランスを見て少しゆったり着用していただけるように、これはレディースだけになるんですけど、全体的にゆったり感を感じるサイジングで作っているんですけど、ちょっとこう落ちるところは細身に見えるように作っていたりとか、なのでまた印象変わるので2着目のスウェットとしてぜひ着ていただきたいなと思っております。でこちらも同じく裏起毛なので、今回また今すぐ着るなら仕様で、今回はブラウスを着たまま着用して、ブラウスを着回してもう1回夏バージョンで組んでみたいと思います。あとね、ちなみになんですけど、今までスウェットって結構同色 の、 紐がつくことが多いんですけど、あえて白にしていてちょっと見えちゃったりとかするじゃないですか、たまに。なんかそういう時にこのカジュアルさがあえて表現できればいいなと思って、中の紐の色も変えてるっていうところもポイントになって新しくアップデートしてます。では夏バージョンに変えたいと思います。はい、夏コーデに着替えてきました。で今回は先ほどは長い裏起毛スウェットだったのを、すでに今現在発売中の人気のこちらのスウェットショーツに履き替えました。こちらは裏起毛ではございませんので、皆さん今すぐ履いていただけるものです。ポップアップの時とかに人気だったチャームセットシャツのセットアップのスウェットです、ショーツです。でスウェットショーツって結構どうやって履けばいいですかみたいなお問い合わせが多かったんですけど、そのやっぱり発売した当初の3月4月とかまだ寒い時期の方が上も重くなってしまうので、どうしてもこうパジャマ見えしやすい時期なんですけど、この夏にかけてまた改めてこういったスウェットが活躍し始めます。っていうのもトップスですごい肌見せができたりとか、こういうブラウスとの相性が本当にいいので、私は結構去年ガジスをローンチした際にもシャツ地のショーツあったんですけど、オーバーシャツのショーツ版、それとかもまた春に着た後に夏にめちゃくちゃ活躍するっていうことがあったので、皆さん買っていただいた方もぜひこういったちょっと肌見せアイテムと合わせてまた夏いっぱい着るみたいな着回し方法おすすめなので、ぜひやってみてください。でこのちょっとスポーティーさを出すために靴下も白ソックス合わせてたりとか、このアディダス履いてたりとかっていうところと、さっきと一緒なんですけど、このクリップっていうなんか絶妙に女性らしさを演出してくれるアイテムって意外にないと思うので、なんかそういうところでこだわったりとか、あとクリップをこのカバンにつけるだけとかでもちょっとなんかこうね、フェミニンさを表現できたりするので、そういった使い方もおすすめなので、ぜひ皆さんやってみてください。では2台目以上です。はい、続きまして3体目のコーディネートです。こちらのリブタンクトップが去年人気で全て完売してしまいました。リブタンクトップの新色が発売ということになります。で、去年はクリームイエローと白とネイビーの3色だったんですけど、今年はブラック、ホワイト、ピンクのこちらの3色になりますので、ブラックとピンクが新色になります。で今日はちょっとピンクだけのご紹介になるんですけど、ちょっとだけ変わった点があって、これ去年買っていただいた方は分かると思うんですけど、すっごい伸縮性が良くて伸び縮みもすごい綺麗にしてくれるタイプで良かったので、こうちょっとピタッと着た時のお肉の拾い具合とかをちょっと改善したいなと思いましたので、少しだけどこを大きくしたっていうよりかは全体的に幅を少しずつだけサイジングを広めにとって、でもシルエットは一緒になるように今回少しだけアップデートを加えました。でも着た感じはそんなにこう首のね詰まり具合とかもポイントだったりしてたので、そういうところは変えずに作ってます。で今回のコーディネートはこれはガールミニスカートなんですけど、なんかこのピンクにこの淡いブルーの色に黒の結構強めのバッグとこのシューズっていう配色がすごい個人的には好きで、まあなんか全然違うんですけど、ピンクにアイスブルーにベージュ系でまとめるとかも女性らしくて素敵なんですけど、まあなんか
ミニスカート履いててすでに色っぽ要素みたいなのが多くなってしまうので、あまりこう女性らしさを出しすぎず、ちょっと強めのアイテムとかをプラスして夏コーデを組んでみました。これはもう本当に定番です。夏絶対によくするだろうなというコーディネートになってます。ちなみに今ネイルがピンクなので、このピンクのトップスとすごい相性が良くて、個人的に勝手に気分が上がっております。で、黒、新色の黒は本当にベーシックな黒なんですけど、真っ黒と真っ黒のパンツとか真っ黒のミニスカートとか合わせてワンピース風にするとかもすごい個人的におすすめなので、去年のネイビーはね、少しこうカジュアルさとか柔らかさを出してくれる色なので、まあ、全然違います。ぜひ今年も気に入った一色を見つけていただけたらいいなと思います。では3回目以上です。はい、本日ラストのコーディネートになります。でこちらは皆さん見覚えがあるのではないでしょうか。今回のポップアップ時期の SS で大人気でしたグリッターキャミソールのグリッターキャミソールドレスを新しく発売いたします。で、これは先月ぐらいかに、受注販売っていうものを初めてガゼスでしたので、すでにしっかりめにチェックしていただいている方はもう予約しましたっていう方いらっしゃると思うんですけど、数量ですが予約分ではなく通常販売もございますので、これを見て可愛いと思った方はぜひ通常販売を狙ってください。で、このドレスじゃなくてトップスのキャミソールの方もちょっとだけ通常販売ありますので、またちょっと急いで買ってもらう感じにはなっちゃうかもしれないんですけど、ぜひチェックしてください。でもこのキャミソールドレスはとにかくですね、この絶妙なラメ感が本当に女性らしくて大人っぽくて、でもなんかこうラメってやっぱりこうギャル感だったりとか若さみたいなヤングっぽさがすごい強調されちゃうっていうものも多いと思うんですけど、やっぱこの同系色の中に馴染んでくれるラメの細めのラメ糸がとにかくポイントなので、すごいたくさんいろんな方にご好評いただいて嬉しかったアイテムでございます。で今回は髪もお気づきでいらっしゃいますでしょうか。ハイトーンにしましたので、ちょっと全体的にベージュのトーンで馴染ませる感じで、久しぶりにセリーヌのバッグも持ってみたりなんかして、でスニーカーはあえてのこのナイキの、これも割と新しいですけどグリーンが入ったシューズにしてみました。で髪も特に何もせずダウンで後ろに、流しているので、ちょっとこうピアスでインパクトがあるようなものでベージュで統一しているので、このゴールドの色味もブラウンベージュ系で目立ってくれるので、全体的に統一するっていうのはとてもおすすめです。でよくこういう洋服を着るときに下着の質問が来るのでお伝えするんですけど、今もとにかくこのワンピースはシームレスなインナーを着るのをおすすめします。私はトップスもこういうバンドタイプのシームレスですし、下もシームレスタイプを履いてます。でまあなんか日々私はこういうタイプな洋服を着ることも多いので、日々いろんないい下着を探して試してしているので、またいい情報があったらお伝えするようにします。でもぜひ皆さん履くときはシームレスと覚えておいていただきたいです。で前回のラメのキャミソールはここがもうちょっと空いてるんですよ、実はカッティングが。でなんですけど、ドレスになる分この分量が下まで多いので重さでさらに下がっちゃうんですよ。このまま下がってしまうと脇の部分からインナーが見えてしまうので、キャミソールの方よりかはドレスの方がこの脇の部分のカッティングを詰めて、きつめに、きつくはないか、ごめんなさい、きつくはなくて上に詰めて、露出を減らして設定して作っているので、キャミソールをお持ちの方、あのままドレスになったらもう見えちゃうんじゃないかっていう心配あると思うんですけど、そこはご心配なく着ていただけると思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、では今回はいつもは普通に5体紹介っていう感じが多かったんですけど、今回は4体の中で最初の2体は今すぐ着れる夏バージョンと秋バージョンみたいな感じで2パターンにして全部で6体のご紹介をさせていただきました。発売日ももう間近ですので、ぜひ見返してどれ買いたいかチェックしてみてください。発売日直前ということなので、今回コメントいただいた質問にはできるだけご相談とかあればお返ししたいなと思ってますので、まあ、商品のことでもいいですし、気に入ったコーディネートでもお知らせしていただけると嬉しいので、ぜひ皆さんコメントと高評価と
チャンネル登録をよろしくお願いします。では発売も楽しみにしていてください。では今日もありがとうございました。